3, 2, 1, 0。 おじゃずぼんのやっちゃラジオ。俺がそのねあれの番組見てやっぱすげえなと思ったのはやっぱこう浜田さんだよ。浜田さんがこう CM の間に客を飽きさせように一回一回全部いじってその場の空気をずっと保たせてみたいな、ああいうの見た時にうわやっぱやるんだなと思わへん。お客さんな、お客さんに対してね、やってたね。そうでしょ、うん、そういうところの話ですよ。結果も今変わるわけもないし、昔結果全てやねんから、あれがああいう結果になってんから。昔24時間のな、うん、深夜にあのなんかお笑い芸人100人集めるみたいな時に、うん、司会がロンドンブーさんやって、ロンブーさんで、その時も淳さんやっぱ CM の時にこうなんか気使ってたもんね。そうよ、みんな司会者気使えんだわ。使えないとダメ。使えます、私使ってますよ私使ってますけど、あなた全然気使わないでしょ、どっちかっていうと。松本さんだって気使ってなかったよ。松本さんは気使ってないけど、一個一個のボケがもうとてつもなくヘビー級だからいいんだよ。あなたみたいにね、フライ級のね、いい舞台で喋ってフライ級のね、パンチ繰り出されてもね、困るわけですよ。じゃあ間で何とかしてくださいよってなるでしょ、空気を保たせるために。やったったんすよ。だからそういうのもさ、ほら、いや言うてもさ別にさね、あれぐらいまで行った人たちがさ何もそこまでやる必要はないのよ本当は。だけどやっぱそこまでやるってことはやっぱこれから売れていくにつれてやっぱああいうことは絶対誰しもがやってることなんだなって勉強になるわけでしょ、ああいう場で。はい、そうでしょ、はい、あなたはそういうところでああいうのをちゃんと見てね、自分同じ現場になった時にあこうせなくちゃいけないんだなって思うわけでしょ。ん、同じようなことをしなくちゃいけないって分かるわけでしょ。はい、言ったらお笑い界の政界がやってるわけですから。うん、そういうことでしょ。うん、あなたなんかあんま気ぃ使わんとなんかボケっとしてますけど、今キングオブコントの話し、キングオブコントの話してるでしょ今。言えてへんやね、キングオブコントの話してるでしょ今。俺バッシングはまだいいんです、また終わってからやってください。そのそれいやだよ、まだキングオブコントの話。いやまあまあ、でもほらさ、みんな点数があってさね、A ブロック B ブロックあってで、バッファローさんもね優勝しあって、そりゃまあ嬉しかったと思うよ。一切優勝してからもう泣いてて、本当にもう変な言い方したら面白いこと一つも言うてないでしょ。言われへんよ、あんなんだって20年間頑張ってきやってなあ、俺らの倍以上や。それこの今までやってきたらもう倍 やんねんで、うん、できる、うん、いや できるもん、何もやるしかないでしょ、そのえやるしかないでしょ、そのいつやめんのお前。やめる話になってないけど。やめへんの。やめへんよ、一生20年間売れんでもやめへん。やめへん。どんぐらいまで耐えれる。死ぬまで。うー、そりゃそうだよ、もう当たり前じゃん。もう他の仕事やってても何やっても思んないよ絶対。今の仕事が一番面白いでしょうよ、そう思わへん。思う。何その適当な返し腹立つ。いや思うよ。そうでしょ、うん、いやだから、いやでもね、その20年間やってきてても、いやそれはじゃあそのだけの重みは感じるやん、やっぱそんだけやっぱ嬉しいんやって。余裕、バッファロー五郎さんが思んなかったって言いたいの。え、なんでそのこと言ってんの。優勝した後に一言も面白いこと言わ、じゃあ言えへんかったぐらいで、バッファローさんなんか常にちょけててもおかしくないような人たちやんか。がその人たちが面白くなかったって、そんな人ってそういう人たちがちょけられへんかった状況になったんやって思ったら、やっぱそんだけ重みがあんだって話あるよ、そらめっちゃ。だってあのね、オンエア上でブツッと切れてて、確かにオンエア的にはすごい感動のシーンで終わったよ。でその後みんなで打ち上げありますとね、でみんな大きなお部屋になって、みんながね、あのビールの飲みながらね、まあ、ダウンタウンさんももちろんおって、審査員の芸人もみんなおって、出てた演者もおって、ほんでバッファローさんだけまだ取材やってるっつって遅れてきたでしょ。でバッファローさんが遅れてきて、バッファローゴロ到着しましたみたいな拍手わーなって、じゃあ挨拶をって言った時もまだもう本当に真面目な自分たちの意見をきっちり言ってただけやったから、あ相当だけやったから、いやだから、いや一つぐらいなんか あんのかなってちょっと期待もあるやん、バッファローさんやしさ。
一ファンとしてよ、一ファンとして思うやったそうやけど、そこでもそうやったから、ああ一体どういう思いがあんのかなとか。いやそれはだって後輩がね、みんな売れてるわけですよ。でバーバルさんって別に売れてんじゃん、売れてんの。そんな俺らなんかより数倍売れてるやん、もちろん。じゃあ売れてんじゃん、もうあの人たちも。分からん、実情はどうか分からんもん。やっぱり俺ら売れてる思ってても、うん、実際はそうでもないんかもしれない。まあね、ね、だって若手の子らが僕ら見て売れてるとか言うわけでしょ。お世辞かどうか知らんけど。ああなるほどな。こっちからして、いやいやどこがやねんっていうことでしょ。なるほど。なんかも知らんし、いや分からんね。あ、まあ、もちろん食べれるだけものであるかもしれない。そりゃそうや。でもそりゃええ車乗りたいとか、いい家住みたいとかもあるかもしれない。で後輩がバッて出て、可愛がってた後輩がどんどん売れていくねん。あれはたまらんと思う。嬉しい半分、うん、たまらんと思う。そうだね、うん、それは確かにそう思うわ。そうやろ、そうやと思う。来年出る、キングオブコント、うん、出るよ。ほんと？お前なんかな、あのキングオブコント行ってな、いや僕漫才師だけで抜くてとか言うな、お前。なんで？え？なんで？お笑いに漫才師もコント師も関係ないやろ、そんなもん。あんじゃねえか、種類として。ないわ、そんなもん。お笑いはお笑いや。垣根作れるほど俺らそんな漫才師として確立してない。M1 チャンピオンやったらええで、俺ら。まあ、ファイナリストでもええわ。うん。でもないねんから。なんだっけ、俺ら。やんちゃなお兄ちゃん。なんやそれ。なんやそれ。だから M1 とかで結果出してたら、キングオブコント、いやいや、見とこうとかって言えるけど、うん、そんなもん何もないねんからさ。うん、もう一応お笑い芸人ですよ、こっちは。チャンスあるとこ何でも行きますってと。チャンスあるために何でも努力しますってと。なるほどね。そうです。出る、出るか、出るよ。全然出る。作るよ。コントしか作らない、今年。え、来年か。え、いきなりそんな宣言するの？宣言はやめとこうか。そうでしょ。まあでもコントも作って、いやいや、まあ、なんか、いや単純にね、見ててね、あんなすごいコントがね作れんのかなってちょっと思う部分もあるわけ。やっぱみんなすごいコント作ってくるから、まあね、うん、それを踏まえた上でそこと勝負するってことはね、出りゃいいってもんじゃないからね。そうよ。でしょ、ちゃんと作ってちゃんと買ってこそやからさ。はい。だからその超えるネタを作れんのかどうかっていうのは今分かれんから。弱気ー。え、弱気ー。いや弱気も何も、あのキングオブコント終わってから弱気ー、ロバートさんのネタのフレーズをネタの合わせ中にずっと言ってるお前を見てたら、これはもう無理だなと思うでしょうよ。トゥトゥ言うなよ。なんかの音かもしれんやろ。お前かってずっとヤホーヤホー言うとるやねん。そう、漫才師やからええやんけ、別に。漫才師とか言える立場じゃないやろ、お前は。じゃあ何やねん、俺の立場。やんちゃのお兄さん。なんだよ、それ。なんなんだよ、それ。やんちゃのお兄さんで。